はい、えー。今回のこの動画では、YouTube 動画のこちらの説明欄の設定方法について解説します。こちらの説明欄に、このようにブログ記事などを設置していただきますと、アクセスアップにつながりますので、ぜひ設定してみてください。で、設定方法なんですが、えー、こちらの鉛筆マークをクリックしていただきますと、こちらの画面に進みます。で、こちらの基本情報から、 こちらで説明欄の設定が可能ですこのようにブログ記事タイトルブログ記事の URL を貼り付けてコピペで貼り付けていただくと設定可能です,こち,らの部分です、ね、こちらの部分をコピーしていただいてこちらに貼り付けるといった流れになりますで設定後は必ずこの変更保存をクリックしてください はい、以上で YouTube 動画の説明欄の設定方法については解説を解説しました。今回は以上になります。